ングです。リーダーの伊藤金です。ボーカルのテンです。7月25日に発売します、はい、ET キングのニューシングル男は気持ちを伝えたいのリリースを記念してスペシャルライブが決定しております。何がスペシャルなのかと言いますとびっくりした、言ってたかんかったから。何がスペシャルかと言いますと ET キング史上初、はい、シングル全曲皆さんに披露するというライブですよ、はい、今回のシングルは16枚目なんで、はい、今まで16枚リリースしてきた、これを全部ね、うん、来てくれたお客さんに歌おうといういやスペシャルライブでございます。もうここでしかやらない、ここでしかしない、うん、初めての試みなんで、ぜひ皆さん遊びに来てほしいと思いますけれども、どんなシングルをちょっと今まで出してきたのか、はい、2006年からです。はい、リストがございますんで7年ですな、もうそうですね、デビューしてこれから7周年目、最初に出たのがこのドーナツ夏大盛り、なんと両 A 面シングルですよ。はい、2006年7月12日発売、うん、インディーズ時代から歌ってた曲を最初のシングルにしたわけなんですけど、まあインディーズ時代でね、僕らのライブでもすごい大事にしてた、まあ、来てくれたお客さんが笑顔になってくれるような曲なんですけど、これ初めていろんなところで流れるやんか、ミュージックビデオが、うん、わざわざ見に行ったもんな、自転車で、うん、大阪の街を見に行った思い出があります、うん、全然売れんかったよね。おい、そんなの言うな、こっからや、おう、こっからや、おう、2枚目ビューティフルライフあって、おう、2枚ビューティフルライフ、ビューティフルライフ、2枚目のビューティフルライフ曲がありまして、全然売れんかったよ、こっからや、これはもしかしたら皆さん知ってくれてるかもね。もうこれで ET キングを知ってくれた人が多いかもしれないですけど、はい、3枚目のシングル、うん、愛しい人へでございますよ。そうやね、愛しい人へ出て、うん、みんな聴いてくれるようになって、はい、でついでに1枚目2枚目もちょっと売れて、そうです、ありがたい話で、こっからやな、ほんまにいろんな全国いろんなとこでライブ行かさせてもらえるようになって、うん、いろんなライブも経験させてもらいました。今までの人生けどライブでやるから結構新鮮は新鮮やな、うんうん、そないになんか昔のような気せえへんな。でせあれヒーローヒーローありましたね、限定シングル、はい、ヒーローヒーローになるとき、それは今、うん、カイバンドさん、うん、カバーさせていただきました。なかなかこれ知ってくれてる人多いんかなかな、まあ、今回スペシャルライブシングル曲全部歌うんで、もしかしたらこれも、はい、もちろんね聴けると思います。はい、実は我々 ET キング7枚目のシングルヤッターマンの歌もやってますよ。ヤッターマンの歌やりましたな、テレビアニメの主題歌もさせてもらいました、うん、これはほんまに思い出やね。せやな、すぐ終わったよな。おい、そんなの言うな孫に自慢できると思ってんのに。なんかね、嬉しいです。うん、だーって誰やったの飲んだとか歌えるちゃんと覚えてる。そこなんですよね、うん、やったーまんの歌はなかなかねこうライブで歌う機会もないんで、うん、ぜひこのスペシャルライブに合わせて歌う練習もしていかないと、うん、思い出してね歌詞を。これそれぞれなんかそのまあ年ごとにこう歌っていこう思ってる素材に、うん、そのあれやな、まあ、思い出が皆さんそれぞれあってくれたらいいなと。はい、うん、あの時こんなんやったな、こんなんやったなと思い出しながら、そうやな、うん、な、時間進めていってくれたら。で初めて ET キングのことをドーナツで知ってくれた人が今度2012年7月25日16枚目、うん、男は気持ちを伝えたいまでずっと聞いてくれてるんやと、もう6年、7年一緒に6歳、7歳年取ってますから、うん、なんか思い出もたくさんあるでしょうし、はい、よ、もう結婚して子供生まれてる人もたくさんあるでしょ、うん、もうなんかね一緒にいろんなことを思い出しながらこのライブを楽しめていけたらなと思っております。あ、大変ですわ。どうしました。あの、始まりの言葉フィーチャリング千秋のがございますわ。ありましたね、12枚目のシングル。今回ね、どうすんのこれ。まあ、歌うのは歌いますよ、シングルですから。そやな、あとはちょっと千秋さんの予定次第です。そやな、まあ、なんとか挑戦はしてみますけれども、うんうんうん、まあ、これはちょっと蓋を開けてみないとわからないと。はい、その辺も楽しみにしていただけたらなと思います。そんな ET キングスペシャルライブ男は気持ちを伝えたい、はい、スペシャルリリースライブでございますけれども、日程が8月14日東京渋谷クアトロ、うん、8月21日名古屋ボトムライン、うん、8月22日大阪ナンバーハッチ、東京名古屋大阪と3カ所やります、はい。このチケットのご購入方法はショッピングサイトユニバーサルミュージックストアでライブチケット付き CD をご購入された方のみ対象になります。東京版、名古屋版、大阪版がありますんで、ぜひぜひ皆さんお間違いのないように簡単にインターネットで買えますんで、
ショッピングサイトユニバーサルミュージックストアでライブ付き、ライブチケット付き CD をぜひご購入して、このスペシャルライブ遊びに来てください。はい。